はい、皆さんどうもおはようございます、こんにちは、こんばんは。今回もやってまいりました K の大冒険です。はい、てなわけでね、今回キングコングの映画見てきたんですけれども、まあとりあえず率直な感想を言いますね。とりあえずマスクしてんのはちょっと気にしないでおいて、でそのなんつうのかな、まあ率直に言うと面白い、すごく面白い。なんでかっていうと、まぁ、ちょっとネタバレします。ちょっとネタバレして説明するのでご了承ください。なんていうのかな。まぁ、とりあえず、キングコングいるじゃない。キングコングがいて、で、変なトカゲさんがいるんですよ、トカゲさん。まぁ、ざっくり言ってトカゲさんがいて、で、そのトカゲとゴリラが戦うんだよね。ぶっちゃけな話。それがすごい迫力で。ね、やっぱゴリラってだけあって人間と同じような動きをするんですよね、戦い方が。で、あー、その攻撃するのねっつって、まあなんて言うんだろう、最初、まあ、ちょっと説明するのでだいぶネタバレするんですけれども、はい、いいですか、大丈夫ですか。ネタバレしたくないって方は今もブラウザバックしていただいて構わないんで、はい。で、その、どっから話せばいいんだろう。まあ、とりあえず最初、まあ人間がね、その島に踏み入れるんで、踏み込むんだけど、まあ今まで発見されてこなかったらしい島らしいんだけど、ずいぶん昔に、そこに行った人がそこにいて、生きてて暮らしてたんだよね。で、その人と共同で、ゴリラは最初人間を攻撃したんだけど、なんで攻撃したかっていうと、その、まあ、何、爆発して、この、ちょっと一部のところを爆発させて、この地形がどうなってるかっていうのを調べようっていうふうに科学者が言ってて、ちょいちょいね、ゴリラの巣を爆発しちゃったんだよね。島をね。したら、まあ、ゴリラが怒って、まあ、ぶん殴ったわけですよ。もう、ヘリやら、自衛隊やら、何やら、とりあえずぶん殴って。で、そのまま去っていったのね、ゴリラは。で、まあ、キングコングって言った方がいいのかな？うん。で、でも、あとあとその、昔からいたその人間、たどり着いた人間がいて、そいつと出会って、今、調査隊がね、調査隊が、元からっていうか、前からいた住人と会って、ゴリラは、ここを守ってる神様なんだと。うん。で、そりゃあね、人のお家に土足でいきなり上がってきて爆弾落とされたら、そりゃ切れますよと。うん。で、あ、そうなんだってなって、で、なんでゴリラが怒ったかっていうと、その地下に眠るやばいやつを、抑え込むというか、そういうことをしてたんだけど、その爆発で起きちゃって、で、結果的にトカゲと戦うんです。まあ、地下で眠ってたやばいトカゲと戦うんだけど、うん。二足歩行というか、なんというか。まあ、言ってしまうんなら、ゴジラ、シンゴジラの第二形態みたいなやつ。うん。ですね。あいつと戦って、まあ、結果どうなったかは映画ご覧ください。はい。はい、そうですね。で、ちょっとね、まあ人間でも悪役がいまして、悪役というかなんというか、ね、ストーリーがちゃんとなってたね。うん。で、ちゃっかりなんかメガネかけた、その、なんていうの、調査隊みたいな方が、ちゃっかり他の、何、一緒にいた女の子と、最後ラブラブになってましたけれども、うん。そこもちょっと笑ったね。うん。だ、ちょっと笑うところもちらほら、ありますね。はい。ストーリーとしても面白いし、笑いもあったんですよ。で、あとその、キングコングの迫力がもう半端なくて、あ、ここ鳥肌立つわ、と思いながら見てたんですけれども、はい。まあそんな感じ。で、まあ、何点、100点中何点かって言ったら、まあそれ100点なんだけど、100点ってなんだよ、みたいなね。100点満点で、で、しかも、その、終わり際にですね、まあ、ゴジラ2018年かなの、CM というか、そういうのをやってまして、で、最後なんか、調査隊が、
他の怪物も見つけたみたいな、見つけたというか情報が入ったみたいな風になって、でそこでモスラ、キングギドラ、あとなんかの怪獣とゴジラがいたんだよね、この4匹で。1匹が分かんなかった俺。うん、モスラは分かったんだよ。モスラはもうはっきり分かって、キングギドラは最後こうゴジラと戦ってるっていう絵が出てきたんだけど、あもうネタバレするよそういうのはネタバレするよ。で、あと1匹がね、わからない。多分、まあ噂では、ラドンとかアンギラスとか言われてますけれども、ちょっと、あれ見た感じだとわからないですね。はい。ちょっと、なんだって思って、すごい目凝らして見たんだけど、なんか画面にガンくれてるみたいな感じになっちゃって、うん。まあ、結果的にゴジラの新情報があり、さらに、ね、キングコングの迫力と、で、あと巨大なもの同士が戦って、で、うん、人間もね、そこにね、参戦するんだよ。うん。あの、なんでかというと、ちょっと、まあちょっと伏せますけれども、キングコングちょっと弱ってまして、ボロボロで、で、巨大なトカゲで戦うんだけど、絶対負けちゃうんだよね、あの状況だと。うん。で、それで、人間がちょっと頑張って、あのおっさんたちがダラ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 って打ちまくってて、うん、あれ人間とゴリラのね、あのキングコングの連携コンボっていうのかな、すっごいかっこよくてもうニヤニヤしちゃってさやばかった、本当にいい映画です。はい、いやぜひともね皆様になんかご覧になっていただきたいなと思う映画でした。まあ怪獣とか巨人とか怪物とかもう妖怪とかなんかそういう部類とかもう大きなものが暴れ回る姿を見たいっていう方はぜひともご覧ください。もうすごい戦いです。はい、迫力満点だしアクションすごいし、で人間の底力ってのも分かってくるし、で何自然界のデカさってものが伝わってきますね。はい、でさらにその先ほど言ったゴジラの新情報ということでですね、まああとは自分の目で確かめて、ご覧になってみてはいかがでしょうか。私的には100点満点でした。すごく楽しかったです。はい、もう鳥肌は立つわ、ニヤニヤ止まらないわでね、はい、すごく楽しかったです。それではね、よかったら皆さんも見てください。それではまたお会いしましょう。じゃあな。